皆さん、私はここ JR 名古屋高島屋で開催されている大北海道展に来ています。高橋さん、はい、この大北海道展、一体どんなイベントなんでしょう？こちらの北海道展でございますが、10階の催し会場で13日間開催しております。北海道のですね、美味しい海の幸、山の幸、スイーツがたっぷりと集まった秋の北海道展でございます。なるほど、とっても楽しみです。それでは早速行ってみましょう。まずはこちらのお店、パパラギ。こちらのシュークリームの美味しさの秘訣を教えてください。はい、今回 のシュークリームはですね、生クリームに使用しているものが千歳産のアカシア蜂蜜で、こちらを使用してまして、生クリーム の砂糖など甘味料など一切使わず、蜂蜜の甘みだけで作った生クリームで、すっきりした味わいになってますね。体にも優しい北海道の美味しさが広がりそうですね。続いてはこちら、札幌グランドホテルさんのトマトプリンです。トマトのプリンって一体どんなお味なんでしょう？北海道当麻町産のトマトジュースを使用し、1層目からトマトプリン、カスタードプリン、トマトジュレの3層仕立てに仕上げました。当麻町トマト特有のすっきりとした甘みが特徴のプリンです。なるほど、ぜひ皆さん食べてみてください。トマトプリンに続いてこちらも負けていませんよ。柴田商店さんのトマトジュースです。何でも今までのトマトジュースのイメージを覆すそうなんです。その秘密を教えてください。はい、トマトの作り方が従来のトマトとは、かなり違い、スパルタ農法で水を与えず育てた甘いトマトです。よかったら飲んでみませんか？それでは早速いただいてみます。トマトを丸ごと美味しく食べているような、そんな美味しいトマトジュースです。今度はカレーの美味しそうな匂いがしてきましたよ。これは銀座さんのカレーパンですね。こだわりのポイントを教えてください。はい、今回はフラノポークの、キーマカレーということで、臭みのない、脂身の気にならないひき肉をたっぷり使った、キーマカレーの、カレーパンをお持ちいたしました。広大な大地で育った豚をふんだんに使用した美味しいカレーパンが食べられそうですね。最後はこちら、佐藤水産寿司の銀星鮭さざ波漬けのおにぎりです。さざ波漬けってどんな製法なんですか？当社では鮭の麹漬けのことをさざ波漬けと申します。一晩寝かしてですね、熟成させて発酵させてますので、非常に旨味が出ててとても美味しい鮭になっております。由来も知りながら食べると一段と美味しく食べられそうですね。他にも今回おすすめなのが、その名も北海道コスメ。なんと北海道産の食材を使ったコスメなんです。それではポイントを教えてください。北海道産の食材を使ったコスメを取り揃えております。お化粧品も食品を選ぶのと同じような目線で選んでいただきたいということから誕生しました。北海道産の蜂蜜、熊笹、お砂糖などを使ったお肌が弱い方でもお使いいただけるような商品を取り揃えております。お肌に使うものですから、やはり安心安全が一番ですよね。安心して使っていただけそうです。皆さん、大北海道展は JR 名古屋高島屋10階催し会場にて行われています。とっても美味しい食材の宝庫、北海道の旬をぜひお楽しみください。